ニュースを続けます。続いては埼玉市の話題です。昨日浦和区の埼玉会館でちょっと珍しい音楽イベントが開かれました。ホールに響き渡るのはギターの音、弾くのは一人や二人ではありません。その数300人によるギターセッションが行われました。このイベントは埼玉浦和ギターカーニバルの企画の一つとして行われました。主催したのは浦和区中町にある音楽教室を中心とした実行委員会で、浦和からギター音楽の魅力を発信しようと初めて開催されました。当日は国内外の著名なギタリストやシンガーソングライターによるコンサートに加えて企画されたのが300人によるギターセッションです。300人300本のギターが奏でる音色はこの時このイベントでしか生まれないもの。皆さん貴重な時間を楽しんでいました。300人のギター演奏されたことが今までありましたか？いや初めてです。感動しました。なかなかないあの場面で、まあ、皆さんもきっと思い出に残ったんじゃないでしょうか。なんかギターって一つ の小さい音なんですけど、みんなに弾くことによって大きな音になったんで、歌が楽しく、いや300人でギター弾いた経験がもちろん当然なかったので、僕は結構前の方の席座ってたんですけど、後ろの方から聞こえてくるギターの大音量が感動しました。すごい楽しかったです。ギターってあこういう楽器だったのかっていう、なんかちょっと発見があるようなあの音色でしたよ。ちょっとそのギターの新しい地平じゃないですけど、いやその浦和でねこういうイベントをするっていうのがあのほうと思ったんですけど、何かここにはあの訳があるんじゃないかっていう感じで、あの面白かったです。素晴らしい体験をさせていただいて、ギター最高。